さんこんにちは、マイクです。今日はですね、ドライブで、美保の松原に行ってこようと思います。ですね、ナビあと何キロかな。今国道1号線走ってるんですけど、何キロって書いてあるかな。76です。あと76キロなんですけど、今バッテリーの容量があと96キロ、96キロを指していますので、目的地までは76キロなので、あと残りがですね、このままでいくと20キロに減っていると思います。まあ、そんな感じですね。現地まで行ったら7キロ、本当に20キロ残っているのかどうか検証できますので、美保の松原行けばですね、今日みたいな天気のいい日は富士山が見えると思います。南アルプスね、見えます。リーフはですね、低重心ですんで、まあ、スピードが出た状態でカーブを曲がってもかなり安定してます。でさらにですね、フロントの荷重がですね、やっぱり FF 車よりも、普通の FF 車よりもちょっと軽いので、回答性がいいです。ハンドルも全くブレがありませんし、まあ、この今履いてるタイヤはスタッドレスタイヤなんですけど、ミシュランの XI3 アイス3プラスですかね、そういうスタッドレスタイヤを履いてます。はい、道の駅の掛川に入ります。トイレ休憩です。残り何キロ？あと54キロ。はい、54キロです。で電池残量があと86キロ分あります。手洗いはどこかな。左、はい、ここ右ね。手洗いはどこかな。あ、ここだね、ここだね。 EV クイックって書いてある。充電器があるのかな。充電器があるのかな、うん、あ、ここがお手洗いだね。お手洗いだね、うん、ちょっと待ってね。ここはまだ止めるとこがないな、うん、ぐっと回らないといかんのか。うわ、もった返しとったね。ね、混んでたね。やっぱり天気がいいからみんなドライブに出かけるんだよね。こっちから、うん、全然そう、あ、そう、東京方面。まあ、石の音がシンクロってやっぱり、うん、2つの大きな石が、うん、挟まっとった、うん、よかったよかった、取れて。さあ、これであと目的地まで54キロ。54キロです。で、あと残りのバッテリーの距離数がですね、81キロ走ってます。まあ低電費でですね、走っていると思います。運転席側の窓を全開にしてます。静岡県はお茶の産地で有名で、竹川茶とか菊川茶とかいろいろ聞きますけど、道沿いにですね、お茶畑が多いです。
びっくり、見てないよね。見てない。わ、このまま行ったらぶつかってたよね。ウィンカーも出してないし。怖い子、ちょっと。ボールボー決定的瞬間を取っちゃうことになるの。渋滞です。渋滞に入るとリーフは強いです。車が動いてない時はあの電池減らないのでほとんど減りません。今もエアコンつけてないですし、ほとんどであの電池が減りませんので、こういう時はですね、あの電気自動車って結構いいですね。昔なんかあの電気自動車は渋滞はまったらどうすんだよっていう、そんなこともねあの結構騒がれたかな、なんか書き込みでよく見ましたけども、 SNS とかで実際使ってみますとね、あの渋滞でノロノロ走ってるとほとんど電池減りません。あの1キロ渋滞、2キロ渋滞、例えば5キロ、10キロ渋滞でもう全然減りません。まあ暖房とかねエアコンつけてる分のその差額はであのどうしても消費しますけど、本当にクリープ現象で動いてるようなあのノロノロ運転の場合はほとんど電池食いません。ここがですねあのリーフのいいところではあると思います。渋滞大歓迎なんですよね。むしろ高速道路でアクセルをあの余計踏んでた方が電池の減りが早いので、もうあのガソリン車と多分、ま、ガソリン車ディーゼル車とあの真逆のですねあの車 の, あの性能なんですよね。だから法定速度とかそういうあの速度でですね、あの安全運転で安全運転で、まあ、安全速度でですね運転してるとですね、あの実際の表示よりも長く走ることができますので、その辺はですねあのリーフオーナーの方とか電気自動車のオーナーの方はねよくあのご承知だと思いますけども、もうリーフも同じようにですねあの法定速度とか安全速度で走ってる限りではあの空気抵抗もですねさほどあのかからないので、かなりですねその速度とかあの距離ですね、あの走行距離が伸びますね。今ですねあの駐車場が出待ちということでですね、まあ、ちょっと1時間程度は待たなきゃいけないかなっていうことなので、駐車場 の, あの管理してる方にちょっとお聞きしたら、あの臨時駐車場がありますってことなので、運転お疲れ様でした、ありますということですので、そちらの方にちょっと行って、これでですねあの駐車場に着きました。実際にですねバッテリーの残量がですね25キロということで、あの最初ですね当初あの計算でいけばですね20キロ残ってればいいということだったんですけども、実際に25キロ残ってます。これでですね帰りはあの日産のディーラーに行って一回充電して、それからキトに着きたいと思います。それであの三保の松原の方を堪能してきます。それではレッツゴー。名称三保の松原、三保の松原、松がちょっとねたくさん植えてあります。わっすごい。本当でしたらね、あのこの目の前ですね、富士山が見えるんですけど、ちょっと隠れちゃってますね。
雲でちょっと厚く覆われてですね、頂上が全く見えてません。どうですかね、すごい綺麗ですね。もうレジャーシートとかをね、出してランチですかね、してる方たちもいらっしゃるんですね。結構ですね、土って言いますか、砂って言いますか、硬いですね。砂砂利のところまで来て、波打ち際まで来ました。新しい。